お疲れちゃんです。ラットです。今日はですね、新環境になったっていうわけなんでね、実況、紹介していきたいと思います。で、ですね、今シーズンはちなみにロングシーズンらしいんで、34日、8時間なんで、あれですね、トロフィーをあげる方にとっては、すごいいいシーズンなのかなと思います。なんで、7000、なんぼだろう、7000の人とかいっぱい出るでしょうね。7200かな。また、出ると思うんで、トラゲーしようと思ってる方は、ぜひぜひ、頑張ってみてください。というわけで、今日はですね、こちら、ぽい、ペッカゴブゴヤザッピー。ペッカゴブゴヤザッピー。久しぶりに言った。ですね、前にも、めちゃくちゃこれしかいないやんけっていう時があったんですよね。いつだろうな、マジで1年ぐらい前かな。本当に1年ぐらい前に、ペッカゴブゴヤザッピーだらけの時代があったんですよねっていうので、多分それが復活すると思いますね。ですね、ちなみにゴブゴヤが強化されました。ゴブゴヤ強化で、ゴブリンの生産速度が速くなった。なんで、ゴブリンがいっぱい出るようになったっていうので、ゴブゴヤの使用率がもうすでにアップデーがあって、もうすぐから、ゴブゴヤ入りの、高回転のデッキとか、スキャラとか、めちゃくちゃゴブゴヤ入りのデッキが増えてるんで、今後多分ゴブゴヤがめちゃくちゃ増えると思います。で、あとは、シンプルにユーノが下放されて、今までユーノの枠だったのがゴーストになったり、するだろうし、このデッキはもともとゴーストでゴブゴヤでっていうので、あと、ここのメガゴの枠が、ホバリングだったりメガゴだったり、ここはすごいどっちかだったんですけど、ホバリングも下放されたんで、もうメガゴでいいかなっていうので、すごいもう、今まで今回下放されたやつ、じゃない方を取ったデッキみたいな。前にも存在してたね。多分 OP デッキがそのまま多分帰ってくるかなと思います。というわけで、今日はこちらを使っていきたいと思います。よいしょ。いやー、懐かしいな、マジで。あったんすよね。本当に、えぐいぐらい、このゴブゴヤデッキしかいない時代があったんすよね。なんで、やばいですね。多分こんな感じのミラー対決とかも増えるでしょうし、ゴブゴヤがどれぐらい強いかって、っていうのも、ちょっとだけ刺さったんですけど、本当にゴブゴヤしかいない。相手にしてても、ゴブゴヤって感じなんで、結構ポイズンがすごい欲しくなりますね。やってと思うのは。ゴブゴヤが多いんで、ゴブゴヤの処理用でポイズンが多くなるからこそ、下放されたホバリングも、生きてくるのかもしれないっていうのをすごい思いましたね。なんで、意外とこの明確な枠は、ホバリングとかの方がいいのかもしんないですけど、安牌はメガゴですよね。ホバリング下放されましたし。安牌を取るならメガゴですね。よいしょ。で、とりあえずまたゴブゴヤ置いてを繰り返しますね。ゴブゴヤ置いて。相手の吹き矢が、これ、ロリババなんで、ウッドでもいいのかな。でも、ロリババなんだかんだ強いんで、ロリババがいいんすよね。よいしょ。で、こういう槍ゴブリン、槍ゴブリン溶けたんですけど、槍ゴブリン残ってたら、ターゲットロリババが取って、槍ゴブリンの処理も相手はちょっときついっていうのがあるんで、よいしょ。で、こういった落ち着くことがあったら、後ろからザッピーでもセパレートして、よいしょ。ゴーストとか後ろから流すのでもいいですし、結構立ち回りとしては、すごいシンプルかなと思います。ゴブゴヤを置いて、攻めてきたら適当にユニットル守って、それ以外は、よいしょ、適当に。適当にって言ったらあれだけど。よいしょ。ほい。こんな感じでしとくと、勝手にね、このゴブゴヤプラスのゴーストだったりディガーが、相手のタワーにダメージ与えてくれるんで、よいしょ。で、ここはもうポイズンで処理します。ウッドでもいいかもしんないけど、なんだかんだロリババかなっていうのはありますね。で、これ相手はもう右しか削るの狙ってないんで、右側にこうピッカ展開してあげて。と思った瞬間、さてはうまいぜですね、これは。一応こう防衛してあげると、両サイカウンターっていう形になりますね。で、ここはあとはディガープラスのポイズンでしっかり削っていきます。おほ、それは面白い。それは面白いな。けど、このディガーが強いんですよね、ディガーが。ディガーがめちゃくちゃ入る。オッケー。で、これを処理して、ゴブが1個高めに置いとけば、相手のホバリングじゃなくて、処理してくれる。待って。サタンやばいかもしれない。これファイアボールってくるな。サタンやばい。いや、分かってる分かってる。危ない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 。サタンはうまいな。サタンはうまいでしょ、この人。絶対うまいでしょ、この人。よいしょ。これは急いでロリポップで処理。これは壊されるか。いや、オッケー、ロリポップ一発入る。でかい。で、これホグ来たらペッカ受けて、てかもうペッカそうだね。あれで高回転。よいしょ。で、これメガ5で早急に処理して、オッケー、あとはもう多分ディガー削りで結構入る。で、ペッカにターゲット行ってからディガー飛ばして、ポイズンかな。ポイズン。いや、吹き矢が処理できないから一回待って。おうまいな。めちゃくちゃうまいよ、この人。これもうポイズン。あー、ロリババでよかったかもしんない。まあまあまあ、削りですね。危ない。危ない。ワンチャン負けそうなくらいなんだけど、まあでもこれスケで受けられる。まあ、ペッカ出しとけばみたいなのがありますね。よいしょ。で、メガコも出して、あ、一発痛い。オッケー。最後は、まあ、ディガっぽいで終わりかな。最後はディガっぽいで終わりかな。よいしょ。オーケーグッドゲームですね。これもディガーが絶対刺さるんで。ファイ。ファイ。あれファイ。オッケー。てなわけで、まあまあまあ、ディガー、安牌ですね。安牌デッキがすごい帰ってきましたね。基本5分が、基本5分ぐらいで、あとはペッカー出して、カウンターしとけば、なんとかなります。で、なんだろう、あとは、環境、あ、キョスケだ、キョスケが、なんだったっけ、キョスケがねが重くなったんですよね、体積的なのが。なんで多分トルネであんまり座れなくなるみたいな、多分そんな感じのことです。あとは衝撃、もう人見つけた瞬間にすぐ殴りかかるようになったんで、キョスケがちょっとあれですね、殺人鬼化したっすね、キョスケが。なんでまあ若干使用率すごい増えると思いますね。もともと弱いキャラではなかったんですけど、まあ、ロッコスでなんか、まあ、ペッカとかとあんま変わんないっていうので、コスト的なのがね、まあ、そういうペッカとかメガナイトの方が使用率高かったですけれども、一緒ぐらいにまでなるんじゃないですかね。はい、なんで、まあ、キョスケも見ると思います。なんで、キョスケネクロデッキとかも、いるでしょうね。てか普通にネクロだ。ネクロも、ネクロがなくなった瞬間にスケルトンが3体、墓石みたいな感じですね。生まれるみたいな感じらしいんで。まあ、ネクロも増えそうですね。またなんか、ちょっと一気に環境が変わりそうですね。ここで、まさかの、いや、これは辛いな。これ辛いな。このエリポンがマジで辛い。ポイズンがない。今クロスに打ったもんな、マジで。クロスに打ったもんな。じゃあここにしてポイズンを、よいしょ。うわぁきつい、これ待って、サタンやばいかもしんない。ここで置かないで、クロス置かないで。うわぁやばいな。これバーバリアンとかでなんか受けられたら終わるんですよね、僕。危ねー、危ねえけどエリポンクロスはやだな。エリポンクロスは前の環境のやつがですね、前の環境のまだ使ってる民と当たってしまった。でも、エリポンクロスは多分前と一緒だとすると、スペルがない。スペルがないんで、このゴブゴヤを処理できないんですよ、ナイトはクロスでしか。オッケー。うわ、いや、うまいかよ。うまいかよ、マジで。うまいかよ。まあまあ一回、ケツザッピーしとこうかな。ポイズン打ってもいいんだけど、怖いな。うわ、攻めてきた。まあまあ。これ最後ペッカ受けもあるんだね。よし。ペッカ受けして、マスケは美味しくいただいて、コウモリ厄介だな。もうどうにもできないんだけど。コウモリすごい厄介。オッケー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 。やりゴブリン頑張って。で、ディガーでしっかり丁寧に壊す。なるほど。ペッカで受ける。あー、オッケー。危ないですね。ポイズンで壊そうかな。ポイズンで壊すのが多分安牌な気がしてきた。で、ポイズンプラスロリババで、なんとか頑張ります。なんとか頑張る。なんとか頑張る。オッケーオッケーオッケー。危ない危ない。めっちゃくちゃ危ないんだけど。まあ、とりあえずあとは小屋を置いて、